皆さんこんにちは、川端成道です。こちらは一般社団法人未来音楽企画さんのご協力でお届けしております。もうすぐ節分の季節になりました。節分、鬼といえば、私たち日本人にとって子供の時から聞いている物語、昔話ですっかり親しみの持てる存在になっていると言えるかもしれません。クラシック音楽の作品では鬼を題材にした作品、私はすぐには思い浮かびませんが、それでも悪魔あるいは精霊や妖精といった霊的なものを題材にした曲は数多くあります。私もそのような楽曲をしばしば演奏していますが、実際に演奏するに際しても、できれば悪魔や精霊などそれぞれの霊が乗り移ったかのようにその世界に没頭し入り込んで弾きたいなということを常々思っています。実際にはなかなか難しいことではあります。そのように悪魔的なもの、霊的なものはクラシック音楽においてとても重要な位置を占めていると思います。そしておそらくはクラシック音楽以外のジャンル、さらには音楽以外の芸術分野においてもこの悪魔的なものが果たしている役割は極めて大きいだろうなと想像しています。もしこれらが全く描かれることがなかったら、芸術の世界は全く違ったものになってしまっていただろうなと思います。私がしばしば演奏している曲でカルメン幻想曲という作品があります。これはオペラのカルメンを題材とした幻想曲ということですが、カルメンは皆さんご存知の通り人間です。あくまで人間ですから霊的なものではありませんが、それでも魔性のと言われる存在ですから、この魔がつくという意味では非常に大きな色合いを演奏会でも与えてくれていると演奏しながら感じています。そのような魔的な楽曲もあれば、その一方、聖なる作品、楽曲というものも数多くあるわけで、私がレパートリーとしているアベマリアなどは、おそらくはその代表的なものに当たるだろうなと思いますが、
そのように魔的なもの、そして聖なるものを組み合わせていくプログラム、コントラストを作っていくということが演奏会作りにおいてもとても大事なことではないかと考えています。明と暗、陰と陽をどのように使い分けるのか、技術的に言えば調整なども大きく関わってくることになりますが、そのあたりについてはまたいずれお話しさせていただきたいなと考えています。では本日はこのあたりで、川端内日でした。次回もお楽しみに。